毎度、徹子です。ルノーサムスン労組がまたストライキをしています。ここ最近、自動車労組をはじめ各業界の労組の賃上げ要求が激しさを増しています。会社側は労組の賃上げ要求を拒否して工場の部分操業で対抗しています。これにぶち切れた労組が全面ストのカードを切り、会社側が工場の部分操業を停止しない限りストを辞めないとか言っているんです。どちらかが妥協するまでストは続きそうです。ニュースの詳細。製造業全般にわたって再びストの戦運が漂っている。コロナ危機克服のためストを自制しようという声は消えた。現代重工業やルノーサムスン自動車は早くからストに苦しんでおり、一部の大手企業の労組は希望する賃上げが行われなければ実力行使に入ると攻勢をかけている。産業界によると、木や労組は今年の賃金協約交渉で基本給月9万9千ウォンの引き上げ、昨年営業利益1兆665億ウォンの 30% を成果給として支払うよう要求する計画だという。一人当たり約2000万ウォンの成果給を求める意味だ。労組が10日の代理引退会を控え組合員に説明した草案には、この他にも定年65歳延長、週35時間労働制導入、昼食時間有給化も含まれていた。非現実的という指摘が出ているが、労組はいかなる手段を動員してでも必ず貫徹させるという姿勢だ。ルノーサムスンの労組は同日、全面ストに突入すると宣言した。会社は労組の一日全面ストの決定に対し、部分的な職場閉鎖で対抗すると会社がこれを撤回するまで全面ストを続けると発表した。現代重工業の労組もストを繰り返している。サムスンディスプレイなどこれまでストがなかった企業でも賃金交渉が決裂し、ストの兆しが出ている。経済界関係者は、コロナ危機終結より労組の賃金引上げ請求書が先に到着したとし、ややもすると韓国企業がポストコロナ時代に跳躍する機会を逃すこともあり得ると憂慮したとのことです。あかん。韓国の輸出の一角を担う自動車産業ですが、その中のルノーサムスンは業績不振で苦しんでいます。親会社のルノーは生産性を上げるようにと警告を発しています。要するに、業績次第では韓国からの撤退もあり得るとプレッシャーをかけているんです。ところが、ルノーサムスンは生産性を上げるどころか、労組を中心に仕事をしない人たちであふれ返っています。仕事よりも賃上げ交渉に精を出していて、5月3日6時間ストライキ、4日8時間ストライキをやっています。コロナ禍でストをするのはさすがに気が引けるのか、労組に賛同しない労働者は7割もいるみたいです。意外とまともな人が多くてびっくりしちゃいました。ストに賛同する人も少ないので、経営者側も強気の態度をとっていて、希望者を募って工場の部分操業を行っています。これにぶち切れた労組が、会社が工場の部分操業を撤回するまでストをやると言っていて、自分たちの要求を押し通した伊賀ためにライン稼働を妨害しようとしているんです。ルノーサムスン労組が全面ストのカードを切ったことで、労使対立は長引く可能性が高まってしまいました。労使は全面ストと工場の部分操業で互いに激しく牽制し合っているので、どちらかが妥協するまでは対立は収まりません。ほんで、このような労組の動きは生産効率を上げろというルノー本社からの厳命に反していて、ルノーサムスンの存続を妨害する行為です。ルノーサムスンのドミニク・シニョーラ CEO は、チャンスが2度あると考えてはならない、今を逃すと我々の車を売る機会を逃すことになり、将来がより不透明になると訴えています。将来がより不透明になるというのはどういう意味なのでしょうか。業績がより傾けば、本当に韓国からルノーが撤退する可能性が高まってしまうし、生産台数の割り当ても激減するはずです。生産性が低いのに改善するつもりがなく、賃金の割高で仕事をろくにしないルノーサムスンに仕事を割り振るわけがありません。特に欧州向けの主力車種 XM3 を計画通り生産しないと、ルノー本社がこの車種の生産を他の工場に移す可能性が高いんです。
そうなったら全員が失職するかもしれないと危機感を抱くと思うのですが、ルノーサムスン労組は経営陣に対して資金レースを仕掛けています。このレースはどちらが勝つのでしょうか。ルノーサムスンは原産で工場を創業してきましたが、半導体については自動車生産に支障がないみたいです。他社が世界的半導体不足で車を作れない中、ここで生産台数を伸ばして販売数を上げたいのです。このチャンスに乗れなければ本当にヤバいことになりそうですね。こちらが韓国の反応です。一生仕事を休んでください。本当に労組はすごいですね。定年を延長するけど新規社員も採用して昼休みも有給化と言っている。それでは昼食を抜いて働くつもりなのですか。欲望に正直な人たちですね。下請けは低賃金で働いているのに、労組は苦労して仕事をしたくないと言っている。あまりにもひどい。ストをする人たちをみんなクビにして仕事のできる若者たちに置き換えることはできないのだろうか。本気で言っているのか。給料を受け取るなら労働という対価を支払う必要がある。なんでこんなにも堂々と仕事はしたくないがお金を出せと言えるんだ。自分たちがすごい技術を持っているわけでもないのに、いくら騒いでも今後5年以内には新規労働者は全く採用しないだろうし、自動車の組み立て過程の自動化と電気自動車の生産により労働力はさらに減少するでしょう。 YouTube を見ながら自動車を作る人材なんかいなくても生産に支障はない。世界の労働生産性で最下位レベルの労組所属の労働者たちにとっては嬉しいニュースですね。どうか次の政権では労組を解体する指導者になってほしいものです。国、企業、社会すべてに全く役に立たない組織です。この時期にストとは本当に何も考えていないようだ。このままでは協力会社だけが倒産してしまう。協力会社の部品を買い叩くことは平気でする人たちです。中小企業の生産職たちの方があなたたちより技術力が高い。あなたたちは中小企業に行って1ヶ月だけ働いてみなさい。きっと今までやってきたことがどれだけ恥ずかしい行為なのか気づくでしょう。韓国で製造業は間違っています。貴族労組がこの国を滅ぼしている。以上が国民の反応です。ルノーサムスンは総流自動車のような法定管理を避けるために自助努力で再建を図っているんだけど、労組が見事に足を引っ張っています。このまま計画通りに生産できなければ国内外の信頼度が失墜して、いよいよルノー本社も撤退を決断することになるんじゃないかなって思います。最後まで見てくれてありがとうございます。